명품 브랜드 숍과 고급 술집이 밀집해 있는 일본 도쿄의 긴자거리. 1980년대 이곳은 사치와 허영, 부에 대한 욕망이 한데 뒤섞여 흥청이고 있었다. 모치즈키 아케미도 います. 긴자의 클럽 ルジャルダンという クラブ を 経営しています. 12時頃に お店が 終わって 並木通りに 降りていくと 並木通りが 新宿の 朝の ラッシュの ように 混み合ってたんですね. 飲み合う 人たち 歩けない ぐらいに 肩と肩と みんな 寄せ合う ように して お家に 帰ったり アフターといって 次の 店に 行ったり する時に そのくらい 混み合って 賑わっている 街でしたね. はい、 新しい お店が どん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  できて、 긴자의 호스티스들은 명품으로 온몸을 휘감고 기업인들의 비즈니스 접대를 도왔다. 쾌속 질주하던 일본 경제, 어디서나 돈이 넘쳐났다. 이바오키는 미세ですよね. 아루히마, 오, 오다주 프레젠트다. 이 미세, 오마에노다. みたいな. そういうプレゼントをもらったままの話は聞いたことがありますね。 まあ店ですから運転資金も入れたら1億ぐらいのものだと思うんですけどね。 店とか、まあ車とか聞きましたし、マンションね、あと、まあ指輪とか時計とか、そういうのはいっぱいいろいろあったと思いますね。あと旅行とかね、私もあの5、6人一緒に パラオとか香港とかに連れてもらったことがありますね。ボンと豪華旅行でした。はい、銀座ホスティスへ来るほど数億の家業は煙りおがぬ、そうそるが天気にぼろじぬごし、거품시절의銀자였다。不動産関係の地上げ屋さん、 土地を買い占めて転売するというね、不動産屋さんたちがわーって最初結局なって、だから不動産屋さん不動産屋さんってこう不動産屋さんばっかり来てた時代があって。日本의 국민적 N 가가수 센마사오 스스로를 노래하는 부동산 왕이라 불렀다. 그러나 이제 더 이상 무대에서 그의 노래를 들을 수 없게 됐다. いわばカラオケですよ。置いてこう歌ってね。あの、いましてね、その後にその自分のテープをこう廊下でこう山のように並べてね、販売してましたね。 영화 울트라맨 고질라 등의 미술 감독으로 최고의 명성을 쌓은 서즈키 씨. 이제 사람들은 그를 개인 파산자 서즈키 씨로 기억한다. 뭔가 大きなお金がただ動いてただ消えていったっていうような、なんか夢のような時間が過ぎてしまった。 부동산 버블의 최전선에 있었던 버블 전사 고지마 노부타카. 그는 최고의 사업 수완으로 총 자산 8천억 엔의 자산가가 됐다. 그는 얼마 후 일본 최고의 빚쟁이로 전락해 버렸다. 8333년 かかるんです。 返済終わるのが 8333年 3ヶ月 かかるんです。 이들은 모두 같은 시기에 부를 이뤄냈고, 이들이 모두 파산하게 된 것도 1991년 같은 해였다. 그들의 삶을 천국에서 지옥으로 반전시킨 1991년, 과연 그들에겐 무슨 일이 있었던 것일까? 버블 전사 고지마 노부타카. 한때 그는 직원 50명을 거느린 대형 부동산 회사를 경영하는 부동산 업계의 큰 손이었다. 아, 넘겨봤다네, 긴자대와. 네, 뭐 긴자대 신주쿠의 가격도 そうですが, 대대 1晩 100만 원 使ってましたよ. 네, 뭐 이러이러, 뭐 お金を使う, 銭は銭を呼ぶと言って.
銭を使えば銭が入ってくるという信念だったもんですから、よく遊びましたね、並木通りだとか、銀座では。あ、懐かしいですな。그 시절 긴자의 고급 술집들은 고지마 씨에게 비즈니스 무대였다. 긴자 특유의 묘한 분위기를 이용해 부동산에 필요한 돈을 조달했다. 은행 대출 관계자들이 그 타겟이었다. 자, 간파이도. 조금만해. 그래, 간파이の前にちょっと待たして。それで今の100万円の束をですね、ピシッて破くんです、あのピシッて破くあの感触がまた良かったんですね。破いてペイッと札をこういうふうにして、それで座ってる女の子に、女の子にの胸に、はい、スカートの間に入ってこう入れてあげた。それを1枚2枚3枚、はい、1枚2枚3枚って数えないで、手に感触だけで、である人は3枚かもしれない、ある人は5枚かもしれない、ある人は7枚かもしれない。数えないで、パッパッパッパ、胸にこう入れてあげた。それを、いわゆるそれを言うようなことを連れて行った金融関係の人だとか、そういう人に見せたんです、そのパフォーマンスを。いやー、小島っていうのは、毛がでかい。金に、綺麗だと。それでそれを見せてから乾杯したいもんです。したもんです。연금수백만원을우습게쓰는고지마씨의배포에시중은행들은너도나도돈을빌려주겠다고나섰다. 은행의 지원을 등엽은 그는 매력적인 물건을 확보하는데 남다른 수완을 발휘했다. 그 소식에 뜻이 있대. 그 係員이 그 소식은 どなた? 그 いや、 ご主人です と. 아, そうですか。 ご主人は財産持ってますか?持ってます。受付で聞くんですよ。それで今度はちょっと横に寄って、それでいわゆるそのお布施っていうんですけども、いわゆる中にですね、名前書いて名刺を入れて、金額は20万から30万円あげました。置いてくるんです。普通のですね、親戚でさえも5万も包みませんよ。それを20万から30万入れてくるんですから。そうすると後からいわゆる四十九日とか、あるいは3ヶ月の終わった時に遺族がですね、創設ありがとうございました、ありがとうございましたって、ところでうちのおじいちゃんとどういうご関係でしたかって来るわけですよ。おじいさんとはね、お宅のご主人とはいろいろ不動産の売買について相談を受けてましたと。あ、そうですか。ところで相続税はどうするんですかと。税金どうやってお支払いするんですかと。いや、売却しないかんと。じゃあうちで買いますよと。言って、直に買っちゃうんです。東京의땅들이고지마씨의손에들어왔다。부동산업자로서의명성을높이기위해그가사용한방법은현금이었다. 그는 몇백억에대해서도 전부 현금을 쓴다もんです. 그래서 현금을 쓴대. 그때 이야, びっくりした. 도도 数えてください. 이야, 数えられません. 信用しますが結構です. 言って現金でお支払いしたもんです.売り主に対して、じゃあ何で帰りますか、タクシーで帰ります、いや私の車に返しますよと、お貸します、うちの運転手呼んで、おいちょっとお客さん送ってけっつって、で私はベンツを、のリムジンに乗せて、そのうちまでお金を乗せてあげて返すんです、すると車の中にですね、いわゆるマイクもスピーカーも入ってるわけですよ、いやあの社長すごいなとか、あの会社びっくりしたとか、みんなテープに入っちゃうわけですよ。運転手に聞こえなくても、そのようにしてやったもんです。でそれを私のところに売った本人が、
現金でバンともらったから、今度は他の人に、いやあそこの教育所の小島社長はすごい、俺現金もらせて、いうことを次から次へと言うから物件が入ってきたんです。그가중요한비즈니스가있을때마다입고나갔던최고급양복교토의명문양복점에서특별주문한이옷에는호랑이모양의수가놓여져있다고지마씨는호랑이가돈을지켜주는수호신이라믿었다4착대어나지모양의4착대대대700만원から800만원ぐらいですね800만원ですか200万円前後ですね호랑이부족의효과는그가믿을수없을만큼강력했다전성기에그는도쿄시내빌딩70채를소유할수있었다그리고그빌딩들을전매해서막대한차익을남겼다연간매출액5000억엔순이익만1500억엔이넘었다늘어나는그의매출액만큼도쿄의토지가격은계속높아만갔다카메라3万円で買ったものは5万円で売れた、あるいは3万円で仕入れたものが2万円になっちゃった、上がり下がりがするもんです。ところが土地だけは買った値段は下がることがない、上がることがあっても下がらないという土地神話があったんです。ですから買えば売れる、買えば上がる、買えば儲かる、これにみんな乗ったんですね。올라가기는해도절대내려가지않는다는토지불패의신화당대최고의가수도그신화를믿었다별빛의왈츠북극의봄등을대히트시키면서일본의국민적엔카가수로자리잡은센마사오그가큰돈을모은것은부동산사업이었다가수활동으로쌓은지명도를담보로은행에서돈을대출해부동산투자를시작했다でそのホームそれをね重ね合わせるとね1メートルぐらいありましたでしょうかね。それだけの専門家さんのまあ資産をその土地等本で見てみようということで、その土地等本をずっと見てますと、その1週間のうちにね土地がもう億単位でね転がっていくわけですよ。거품경기가한창이던80년대후반그는3000억엔대의부동산사업가로변신해있었다일본인들은그를일본말로천을의미하는센마사오가아니라억만장자억마사오라고불렀다가수로서가아닌부동산사업가로서성공한스토리는일본인들에게부러움과동시에질투의대상으로풍자됐다それではここで不思議な光景をご覧いただこうと思います。千正夫さんは当時ですね、社長として全てを決裁しておりました。今ファンの女の人が花束を持ってきたんですが、実はこの方はファンではない、千正夫の会社の従業員でした。そしてあの中には手紙が書いてありました。新しく買う物件を売るのか買うのか、それを、そしてその合図はあの袖にいる細川専務が双眼鏡でこうやって見て、そして合図を待っているのです。握手をしましたということは買う、こんな毎日でした。自分で染めるわけねえだろおい偽物が横行してるってのはあれなんですね。あれです、ね、なんとかもうちょっと景気よくならないもんかね。そうですね。じゃあ日本の経済を明るくするために、先週に引き続き今週も자가용헬기로전국을날아다니며그는팬들이아니라부동산물건을찾아다녔다
밴드는 더 이상 그의 노래를 들을 수 없었다. 歌う不動産屋って自らこう言ってですね、それで一時期そのバブル最盛期の頃はその土地投機とかですね、そのホテル経営でね、その間ね、あの歌手活動はね途中でやめたんですよ。やっぱりその2000億も動かす人がね、歌ってらんないですよね。83年以来일본의땅값은유례없이급등하고있었다。그리고일본인들은벼락부자가되는꿈들을꾸기시작했다。その時日本の人たちはバブルだと思ったかというと思ってなかったですね、私たちも思ってなかったし、ジャーナリストも思っていなかったし、政治家も思っていなかったし、日本の国民も思っていなかった。そこが最大の問題なわけです。올해72살의서즈키씨한때그는일본최고의미술감독이었다울트라맨에서고질라까지그의손에서일본 SF 영화의고전캐릭터들이탄생했다특히울트라맨은일본뿐아니라우리나라에도잘알려진그의대표작이다こういうあのポーズはね、あの子供たちがよく真似る、ここからあのレザーを出して怪獣たちを退治するような一瞬のあのポーズなんですよね。だからこういう形が小さな子供たちが真似してね、あの遊んだりしてたんですが。1966年첫방송이래지금까지소시편의영화와 TV 시리즈로제작되고있는울트라맨서즈키씨는초창기울트라맨의주요캐릭터를디자인했다この燃え下がって死んでいくっていうところなんですけど또한그는일본괴수영화의대표작고질라시리즈를제작하고신사옥감독의불가사리미술감독으로북한의초청을받을정도로최고의활약을펼쳤다그러나장인으로서위기를걸어온그에게도거품은찾아왔다도쿄미나토고아카사카고급주택가가밀집한이곳은도쿄시내에서도집가상승률이가장높았던곳이다바로그곳에서즈키씨의집이있었다2억엔하던집이16억엔무려8배나뛰어올랐다미나토고가운데서도1등지였던만큼집을팔라는부동산업자들의유혹이계속됐다결국서즈키씨는대대로운영해오던작은양복점을팔았다그리고은행에서6억엔의대출을더받아본격적인부동산투자에나섰다あの名古屋のビルを建てたのが3億4千万ぐらいで建てたんですよ。それとかあの所沢のビルはね4億8千万ぐらいで建てた。それから新潟はもうやっぱり3億4千万ぐらい建てた。全部で12億ぐらい約のことですけどね。도쿄디즈니랜드설계를담당하면서미술감독으로서그의명성은점점높아갔다계속되는집가상승으로그의부동산사업도번창했다부와명예를양손에움켜쥐었던그때세상에부러울것은아무것도없었다그러나행운은오래가지못했다거짓말처럼토지불패의신화가깨지기시작했다집값은오른만큼폭락했고은행은대출을중지했다은행대출을기반으로성장했던거품경제가순식간에흔들리기시작했다스즈키씨도대출상환독촉을받기시작했다집과빌딩을팔았지만은행빚을갚기엔집값이턱없이폭락해있었다그는개인파산을선고받고도망치듯이도시를떠나산속으로숨어들었다どうした
もう出てきなさい。三郎さんどうしたの？もう出てきた方がいい。거품의붕괴는그와그의가족모두의삶을송두리째망가뜨렸다ずっとまあうつ病の薬を飲んだり今でもしてんですけど、まあもう8ヶ月ぐらい前ね、一度自殺未遂なことみたいなことしたんですよね。睡眠薬飲みすぎたりしてね、仕事も手につかないですよね。そういう状態でもう長い間もう夜も眠れなかったり、睡眠薬飲んだりお酒が増えたり、まあ生活がだんだんこう乱れていきますよね。최고의미술감독이었던스즈키씨그의꿈은그렇게사라져갔다全然そうお金をたくさん使うとかいうことはなかったんですが、なんか大きなお金がただ動いてただ消えていったっていうような、なんか夢のような時間が過ぎてしまった。3,000억엔의자산가센마사오도버블붕괴와함께1,030억엔의빚을지고결국파산했다가수왕센마사오도억만장자억마사오도팬들의기억속에서사라졌다ちょっと東京から2時間ほど離れた小さなそのホテルに泊まったことありましてね、それでそこのディナーショー、千正をディナーショーとやってましたよ。だから1万5000円だったですかね。それでもう黙ってこう聞いてたんですけども、普通歌手ってそのバックにその楽団がいるわけでしょ、この音をしてこう歌うと。とはね、あれだけ売れた千正がですね、楽団がないんですよ、後ろに。テープレコーダーで、いわばカラオケです。カラオケで7曲ぐらいこう歌ってましたけどね。普通の歌手ならね、やっぱテープをミュージックにしてね歌うっていうことはありえないんですね。なぜね楽団を雇わないかというとね、楽団に支払うお金が大変だからですよ。おいでその音楽をバック、いわばカラオケですよ、おいてこう歌ってね、いまして、ね、その後にその自分のテープをこう廊下でこう山のように並べてね販売してましたね。억센 행운의 사나이 고지마 씨 그도 거품 시대에 쌓아 나온 자산의 크기만큼 큰 타격을 받았다. 총 8개 은행에서 대출받은 돈이 고스란히 빚으로 남았다. 거기가 10억이었어.それ1年間で12万でしょ、悪いことの12万、悪いことの12万、そしてこれです、8333年かかるんです。返済終わるのが8333年3ヶ月かかるんです。バカ野郎お前、ふざけんじゃないよお前、そんな生きるわけないじゃないかと言いたいとこですよね。8333年生きるわけないんです、バカじゃなお前はと言いたいと。けどこっちは借りてる立場だから、はい、わかりました、8333年で返させていただきますと。これがいわゆる現状なんです。대신고지마씨는일본최고의빚쟁이왕이라는새로운별명을얻었다わかりませんそれだから借金したんだ。あのね、最後は見過ごしちゃ、今度は私が悪いんじゃないですよ、うん、私がバブル作ったんじゃないんだから、うん、まあまあそれは私がバブルを弾かしたんじゃない、うん、거품 시대에는 바퀴가 6개 달린 리무진을 타고 달리던 그였다. 하지만 지금은 모든 게 달라졌다. 두 번에 걸친 대장암 수술로 죽을 고비를 넘긴 고지마 씨에게 남은 것은 파산의 노년뿐이다. 그는 자신의 인생이 추락하기 시작한 해인1991년을 기억하고 있다. 그 해 견고해 보이던 일본 거품 경제의 바벨탑이 무너지기 시작했다.
85년 9월 미국은 만성적인 대일 무역 적자를 해소하기 위해 일본에 엔화 절상을 요구한다. 플라자 합의를 통해 일본 엔화는 1년 새 2배로 급격히 상승하게 된다. 수출에 빨간불이 켜진 일본 정부는 5%대였던 금리를 2.5%까지 인하하게 된다. 국내 기업을 보호하기 위해 내려진 일본 정부의 저금리 정책이 3년 넘게 지속되면서 시중에 돈이 넘치기 시작했다. 85년 3.8%이던 통화 증가율이 88년 13%까지 증가하게 된다. 풀려나온 돈들은 고수익 투자처를 찾기 시작했고 곧 토지와 주식에 몰려들었다. 특히 일본 사회에는 토지 불패의 신화가 있었다. 오르기는 해도 절대 떨어지지 않는다는 것이 에도 시대부터 내려오는 땅에 대한 일본인들의 믿음이었다. 도쿄 중심부에서 시작된 부동산 붐은 도쿄 외곽으로 확대돼가며 집가 상승을 부추겼다. 이런 부동산 붐 뒤에는 시중은행들의 대출 경쟁이 있었다. 부동산을 담보로 평가액의 120%까지도 대출이 가능했다. 예기인권 聞いたら, こういうふうにして総額7億で 80% の利息で貸すって言うんですが、 B銀行さんいくらにしましょう。 A銀行の借りました。 いや、とんでもない。 私の方は 8掛けの8億円貸します。 そして金利は 7.5 でいいです。 当然銀行の条件借りますよね。 まだいいんですよ。 今度 C銀行に行って、 いや B銀行はこう言っても 8掛けの8億貸してくれる。 で、 金利は 7.5 と言いますが、 B銀行が借りてもいいでしょうかね。 すると C銀行、 いやいやそんなことありませんよ。 うちは 10億全部貸しますよ。 金利は 7% ですと。 こういうふうに言われた。 当然一番条件に言うと借りますね。 そのくらい銀行さんが 銀行が全部貸し出し競争をしたんです。 ええ。 은행의 대출 경쟁은 고지마 씨와 같은 부동산 전매 업자들뿐 아니라 건실한 기업가들도 공략했다. 가와마타 씨는 일주일 혹은 한 달 단위로 권리금 없이 싸게 입주하는 위클리 맨션이라는 파격적인 아이디어를 주택 시장에 선보였다. 2~3개월의 도쿄 시초, 경비가 가리すぎますね. 가족 4인で 1週間 도쿄에 行くんだけど, 호텔だと いくらになるのかしら? 독특한 아이디어가 집가 상승과 맞물려 사업적으로 큰 성공을 거뒀다. 그리고 대규모 은행들이 가와마타 씨에게 다가왔다. 持ち込まれた相手の銀行っていうのはそこらの小さな銀行ではなくて、当時超一流と言われたら高銀超銀日債銀っていう一流銀行がそういうふうに言ってくれたわけじゃないですか。そう言われたらその経営者として それこそ男妙に尽きると言いますかね、やっとその、よその転がしの不動産業者と、そうでないうちみたいな実業でやってる企業の、その区別をしてくれて、やっとうちが認められたんだっていう意識でそれを引き受けちゃったわけですよ。 대규모 은행의 대출로 가와마타 씨는 1989년 3천억 엔의 대부호가 돼 있었다. 도쿄가 세계 금융도시로 부상하면서 비즈니스맨들을 위한 가와마타 씨의 숙박업에서부터 사무실 용도까지 수요가 폭발했다. 거품 시대 일본의 집가 상승은 상업지가 주도했다. 이와리 A から B, B から C, C から D도 転売 転売するたびに 토지노단가 3割, 4割 이에게도 쓰레기를 どん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 と 何倍に 上がった というのが 実情ですよ。 これは銀座だけでなくして東京の土地がいわゆる商業用地はそうやって上がってきたものです。 상업지의 뒤를 이어 고급주택 용지의 땅값도 급등했다. 특히 도쿄만을 끼고 있는 미나토구는 일본 부유층들이 밀집한 고급주택가로 거품시대 최고 9배까지 올랐다. 당시 바블 때인데 1坪 3,000万円、4,000万円、高いところだといわゆる麻布だとか青山、あの辺になりますともう坪5,000万円ぐらいになりましたよ。
1坪買って5億ですよ。100坪でもって50億です。そこにみんな5点足したもんです。ですから住宅地としては最高なんですね、この辺。それから業者はそういう土地を100坪、200坪買って、そこにマンションを建てて高級マンションを分譲したもんです。それがこの土地なんですね。서민들의집은철거되고그자리에고층빌딩이세워졌다도시의스카이라인이높아질수록집값도높아졌다약3倍去年の春から比べますとね約3倍上がってますね商売もやりにくいですねどうしてですかいや結局、売り物が出ませんからね地価がこう上がってきますとねまだ上がるんじゃないかというような気持ちがありますから売らないんですよ도쿄를포함한나고야교토등일본의6개도시의지가가거품경기가이어지는 5, 6년동안무려5배까지급등했다그야말로땅값이하늘높은줄모르고치솟았고도쿄를팔면미국을살수있다는농담이유행하기도했다정부는치솟는토지가격을억제하기위해1987년토지거래감시구역제도를마련하고각은행에부동산등투기목적의대출을억제해줄것을권고하기에이른다銀行にですね自分でセルフコントロールしてくださいというような指導を何回もしました。しかし銀行の人たちはいやいやそんなことを言うけれども皆さん土地がどんどん上がるものだからもっとお金を借りて投資をしたいという要望が次から次へ来るんですと我々としてはそれに対して応えていくのが重要な任務だと思いますというようなことでですねもちろん銀行の人たちも少しこの不動産融資が行き過ぎかなと思っていた人もいるかもしれないけれどもその全般的な日本経済のそのなんていうのかな将来に対する、まあ、これ精神的なバブルですね気持ちの上での、バブルがあったがゆえに、そういう指導にも効果があまりなかったということですね。The Rockefeller Group 일본의부동산투기광풍은국내를넘어해외부동산에까지확대됐다뉴욕의심장록펠러센터의인수는제조업중심의착실한수출국가일본이해외부동산에큰손으로부상하게된상징적사건이었다미국인들은자존심에큰상처를입었다 The Americans are very proud of the Rockefeller Center and I think it sort of stands for America like apple pie and this should belong to the Americans. Well, it's nothing new. Japanese are buying everything in New York City now. But I hope we could buy back a couple of companies in Japan. 일본의대기업과부동산회사들이주목한또하나의투기대상은명화였다일본인들이세계그림시장에뛰어들면서명화의가격이폭등하기시작했다88년피카소초기작품한점이크리스티경매사상최고가로낙찰됐다피카소그림의새주인은일본의대형부동산회사였다일본의야스다보험회사도당시최고가로반고흐의해바라기를사들였다금융과부동산거품경제로호황을누리던기업들이해외명화경매시장에등장하면서경매붐을이끌었다이들에게예술품의구매는늘최고가가경신되는매력적인투자처이면서부를과시하는수단이었다1980년대의후반에よく日本で言われた言葉にもうヨーロッパやアメリカから学ぶものは何もないとかあるいはジャパンアズナンバーワンと言われたことがあるんですけれども、もう日本の経済の やり方日本の経済の運営の仕方は
世界の中でも一番うまくいってるんだ、このやり方が一番いいんだということで、少し、自分たちのやり方にですね、その過大評価をしてしまった。큰손들에의해도쿄의땅값이춤추고있는동안서민들의내집마련꿈들은점점더멀어지기시작했다값싼임대아파트추첨에몰린사람들그러나당첨확률은하늘의별따기보다어려웠다残念でした。琴美ちゃんのお家になりませんでした。ダメでした。ね、さようなら。東京집값폭등으로임대료가폭등하면서내집없는서민들은멀리도시외곽으로쫓겨나기시작했다도쿄위성도시들의인구가300만명이나증가했다バスの便も悪いため、こうして奥さんが毎日車での送り迎えをしています。これからどちらまでご通勤ですか？上岡。上岡。はい、どのぐらいまでですか？2時間ぐらいですね。虎ノ門です。虎ノ門です。そうですね、2時間ぐらいですね。東京の中野から。中野からこちらに。だいぶ環境変わったでしょ？そうですね。まあでもこの辺まで来ないとちょっと私どもには家も出ないので、ちょっと遠いんで通勤がね大変で、ちょっと体が心配なんですけど。거품경제가주는이익은모두에게골고루나눠지지않았다서민들로부터뭔가잘못돌아가고있다는불만의목소리가터져나오기시작했다それではスタジオの皆さんにも伺ってみましょう。いかがでしょうか。今土地の高騰によって東京は本当にめちゃめちゃにされています。なんとかやはり政治が今まで全く手をつけなかったということが私は原因だと思ってますので、責任をきちんと取っていただきたいと思ってます。はい、お隣の方は。やはり海外から日本の我々の住宅をうさぎ小屋と馬鹿にされますけれども、東京ではそのうさぎ小屋でさえ買えない。これは本当になんとか政治家にちゃんとやっていただきたいと思います。後ろの方はいかがでしょうか。今僕みたいな若いサラリーマンが、家を持つためにはどうしたらいいかという手段としては、まあ、冗談半分ではありますけれども、土地付き家付きの女性と結婚することであると俗に言われています。でこういった結婚とかこういったものにまで土地という、ことが出てくるということ、これ自体、今の土地の異常さというものは分かると思います。お隣の方は。私は公共賃貸住宅に住んでるんですが、土地の高騰が固定資産の評価買いによってうなぎ登りに上がっていく。これじゃ高齢者が全然住めなくなる。あたかも死ねとでも言うんでしょうかね。일본은행은2년3개월이지나서야금리인상을단행했다。시중에풀린돈을흡수해땅값을잡겠다는의도였다。土地の値段が上がってきているということについては、やはりこれからも注意をよくより一段と払っていかなければならない。今までも自粛を要請しておりますが、今回の引き上げを契機にしてそういった自粛を求めるのはもう一段と衆銀行の配慮を求めたいと。1年さい 2.5% 에서 6% 로빠르게금리가인상됐다。그러나금리인상을단행했지만89년에서90년도사이에도땅값은떨어질기미를보이지않았다。은행대출도마찬가지였다。급격한금리인상에도불구하고여전히은행의대출경쟁은수그러들지않았다。バブルの絶頂期に行くまでに、ここからバブルだっていう感じは我々銀行員には全くなかったんですよ。いつの間にかやってるうちにどんどん取引先の業況っていうか景気が良くなってきて、で決算書とか見るとみんな前年度プラス何パーセントっていう感じでどんどん伸びてって、やってる分にはこれは業況が良くなっててお金をどんどん貸せるなって感じで喜んで、それが1年2年経って、それでどんどん良くなってくるとやっぱりこちらの方も
これはもう会社自体、世の中自体がもう良くなっちゃってるんだっていうふうに感じて、それでもうどんどん行ってたって感じですかね。급격한 금리 인상으로도 토지 불패의 신화는 깨지지 않았다. 거품은 생각보다 훨씬 단단하고 무서운 크기로 성장해 있었다. 가부도 있었는데 기아선ですよね. 대체 막 2割 ぐらいまでじゃないですか? 또는 상가때도 ある程度の値段はこれ維持しなきゃいけないと思いますよ。ということはそれだけ日本国家がですね、円高メリットによって経済がそこまで基盤が上がってるんですから、それをですね、今から何年も前の値段まで下げなければいけないという理由は何もないと思います。그러던중이토만사건이발생했다。이토만은오사카의중견기업으로거품경제당시부동산과명화구입에손을대기시작했다。부동산중개업자였던제일교포허영중은그림200여점을시세보다높은가격에구입해이토만측에263억원의손해를끼쳤다。건실한중견제조업체였던이토만상사는결국파산했다。1億総バブル化っていうかな、みんな日本人全体がですね浮かれてて、で、なんか儲かる話がある、すぐ飛びつく、そういう状況だったんですね当時はね。だから非常にその絵というものが道具に使われたというのはバブルの象徴としては非常に、まあ、意味があるというのかな、面白いということになるのかもしれない。つまりその価値がよくわからないものだから、価値がよくわからないんだけどものすごいいい価値で上がるぞとこう言われると信じ込んじゃうわけでね。1990년4월대장성은부동산에대한대출의한도를제한하는총량규제를실시하게된다。전체적인마크로경제에대한영향みたいなのはどういう考えですか？まあ多少の影響はあり得るかもしれないと思います。それは全くないとはそれは私は言い切れないと思います。しかしそれ以上にこの異常な地価高騰というものが日本の経済全体に与えている、いわば歪みのようなもの、そしてその及ぶ範囲のマイナス面というものをトータルで考えた場合に、私はここまで強く抑えにかかる必要は当然あるものと判断しています。今まですいませんお金借りてください、今まで借りてくださいって銀行さんが先ほど申し上げた貸し出し競争をしたものがその日を境にして一切金貸さなくなったんです。金貸さなくなった挙句に貸してる分を返せと、返せるわけない、売れないんだから。모든경제지표가하향곡선으로돌아섰다。시중에자금이마르면서주가가곤두박질쳤고대출규제로투기성매물이쏟아지면서드디어지가가하락하기시작했다。일본의1991년은에도시대부터믿어왔던토지불패라는신앙이깨어진한해로기억된다。거품붕괴는맨처음버블전사였던부동산업자들을강타한다。チャンスがあったらみんな儲けるのが業者、悪いことない。땅값하락으로대출을갚지못할처지의부동산업자들은하나둘파산을준비해야했다。土地の値段が下がって自分たちも買えるような値段になってくると嬉しいということで、当時は金融をどんどん引き締めてバブルを退治するという方向にみんな国民的な支持が集まっていた。91년을기점으로집가는상승만큼크게하락했다。
은행 대출로 부동산 투자에 나섰던 부동산 회사와 건설업체들이 일시에 무너지기 시작했다. 当時だったら一番いい、その上から下まで一番いいスーツを着て100万円のコートなの80万円のスーツなのを着ていい女を連れて女に毛皮着せて、指輪を大きな指輪をつけて割烹してた方がまあ、薄汚れた格好をしてですねしみったれて飲んでるというのはかわいそうにはなりますね。집가하락이계속되면서일본사회는동요하기시작했다부동산회사건설업체의잇따른파산은은행들에게엄청난부실채권을안겼다그러다가이대노와와타시라가와린데왔대시장이와와르가안나대가どうか社員の皆さんに応援してください。お願いします。心から深くお詫び申し上げます。不실채권을막지못한은행들이줄줄이도산했다。시중은행에12조엔의공적자금이투입됐지만연쇄부도를막기엔역부족이었다。深くお詫び申し上げます。정부차원에서채권회수를위한채권관리기구를신설했을정도로부실채권은일본경제의골칫거리로떠올랐다특히부동산대출을많이해주었던사금융업체들은정부의감시망을피해불법적인방법으로채권을회수하기도했다담보가치가마땅한ような土地にお金を貸したからなんですね。それはどういうところかっていうと例えばですね오카자키씨도그런채권회수업자들중한명이었다平地もしくはもう平地に準じるような地味なダークスーツを着てで髪の毛も短く刈り込んでましたね。どういうようなスポーツ刈りですね。角刈りと言ってもいいくらいな感じで。채권회수업자들의위협을피해야반도주를도와주는신종직업이생겨나기도했다突然不払いが増えたんですね。突然でしょ。突然ですね。まあ急に1ヶ月2ヶ月でっていうことではないんですけれどもそれまで順調な支払いをされていた人たちが急に払えなくなったり破産したり自宅に行ってみたらもういなかったり夜逃げですね。私は부실채권으로인한은행들의잇단도산은투기목적이아닌일반대출자들까지도피해자로만들었다결국담보로잡힌집들이경매처분당하고개인파산자들이급증했다それを他の民間の金融サービスに売られ私たちは日々本当に銀行政府のあの騙しの手口に乗せられて今日々苦しんでおります허리띠를졸라매고모은돈으로내집마련의꿈을이룬사람들도거품붕괴의피해자가됐다거품붕괴로그들의소중한집들은깡통맨션으로전락했다갔다또어머니마시다가서는도지않습니다전혀못했어요갔다時は結構7000万とかぐらいだったと思うんですみんなでそしたら突然その住宅公団がもう支えきれないっていうんで空いてるところがいっぱいあったんですよね空いてるところを30% 引きぐらいで売りに出しただからみんな値段が下がっちゃったんですよね非常に迷惑しましたよね我々も買って1年後ぐらいに下がっちゃったから거품경제시절의과잉투자와과잉고용그리고
거품 붕괴로 인한 천문학적인 부실 채권으로 일본 경제의 기반이 무너졌다. 일본 경제는 점점 깊은 경제 침체의 늪으로 빠져들었다. 대규모 불황이 오면서 일본의 대기업들은 대량 해고와 임금 삭감을 통해 강도 높은 구조 조정에 나서게 된다. 투기는 물론 내 집을 장만할 엄두도 못 냈던 서민들이 그 구조 조정의 대상이 됐다. 1억 중산층 사회란 자부심은 이미 옛말이 되고 중하류 계층이 일본 사회의 80%를 차지하게 됐다. 소득이 줄면서 서민들이 지갑을 닫기 시작했고 경기의 악순환이 반복됐다. 1000円ぐらいで抑えようかなと。で、喫茶店行ってコーヒー飲んだりしますんでね。その辺も少し考えながら、今やってますけどね。削る部分はやっぱり仲間と飲みに行くとかね、食事を豪華にしようかとか、外食で家族と行くとかね、そういうところでしょうね、削るところは。 最初に来たのは不良債権化した企業、銀行、こういうところに来たんですけど、で最初に打ったのは所得の中層なんですが、だんだん企業がこう不況になるとどん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 従業員カット、賃金カット、首切りっていうことをやるので、どんどん下の層へそれが及んでいって、バブルの破綻処理が素早くできなかった分だけ、付けがどんどん下へ下層へ下層へ及ぶようになる。 마이너스 성장이 계속되던 90년대 후반에 이르러서는 자살자마저 급증하는 등 거품 붕괴의 그늘은 깊어져만 갔다. 担当していたお客さんの奥さんからある朝電話かかってきて、 主人が昨日自殺しました。焼身自殺だったんですよ。ガソリンを頭からかぶって火をつけたんですね。その家はどれぐらいの借金だったんですか？その時にはまあ詳しいことは分かんなかったんですが、借金は4000万ぐらいだったみたいです。後で分かったのは。でそれから何ヶ月かしてまた、 거품 붕괴 후 잃어버린 10년의 고통을 겪어온 일본. 이제 서서히 경기 침체의 후유증에서 벗어나고 있다고 한다. 하지만 거품 경제 시절 거품의 피해를 그 누구보다도 더 가혹하게 겪었던 우에노 공원의 노숙자들은 아직도 차가운 불황의 늪에서 벗어나지 못하고 있다. 결국 아무것도 나갔다 그게 되죠. 뭐 돈이 뭐 명예 뭐 지위도 나갔다 그죠. 다 本当は バブルの崩壊しない前みたいになってほしいってだけですよ。 거품 때는 모두가 행복했을지도 모른다. 그러나 그 거품에 취해 거품을 빨리 꺼뜨릴 시기를 놓치고 그렇게 일본인들은 오랜 기간 많은 고통을 겪어야만 했다. 当時はとにかく土地が上がりすぎているので、これを下げようということで金利を上げたり、かなり直接的な都市融資規制をやって、銀行があまり不動産に、その融資をしてはいけない。 っていう、まあ、規制をしたわけですね。でこれはかなり効いたと思いますけども、ですからこれはしかしもう相当バブルが進行した後にやったことですから、これからもし時間を遡ってもう一回やり直せと言われれば、もっと早く金利を上げたりして成長のスピードを落としていったと思いますけどね。 한때 버블 전사로 거품 경기의 달콤함을 만끽했던 고지마 씨.
하지만 이제 그에게 거품은 100억 엔이라는 빚의 굴레를 씌워주었다. 부동산 재벌에서 일본 최고의 빚쟁이 왕으로 전락한 고지마 씨. 그는 또 한 번의 거품 시대를 꿈꾸고 있을까? 바블루가 모이까이 기타라 됐네. 놀이마스까? 놀아. 어이 놀아요. 놀때 모이까이 그걸 쇼핑이 したいね. 다 놀을 때도 이와이르 카스테는 바블루 놀이카트를 なくして, 막 신간에 例えれば 走って途中で振り返ってまた走っていくというふうないわゆる今まではもうレッツゴーレッツゴーでカモンカモンスターって後ろ振り返らずに大阪は行ったもんです。大阪まで行くまでじゃなく一回横浜で、うん、大丈夫かな大丈夫いやいやもう少し行こう静岡行って大丈夫かな台風来ないかな見ながらですねまた名古屋まで走ると。일본사회는거품경제의교훈을이렇게공식기록하고있다. 버블을통해서공짜점심은없다. 무에서유를창조할 수는 없다는 경제의 대원칙이 재확인됐다. 버블 속에 있을 때는 누구도 손해를 보지 않고 모두가 이득을 보는 것처럼 보인다. 하지만 버블이 한 번 발생하게 되면 경제적으로 커다란 비용을 치러야 한다.